はい、こんにちは、ジャラスポーツです。皆さんお元気ですか？ババーン、今日も新商品紹介でございます。前回はあれなかったかな、あのプロエクセル軟式のね、ウィザード02の新しいカラーを紹介しましたが、今日は新製品ということで、内容も新しい秋冬物の商品でございます。こんな感じね、メンバーさんのためにご紹介をいたしたいと思います。それではどうぞ。はい、じゃあご紹介していきますね。こちらでございます。まずはシリーズから、こちらは HOH プロエクセルのフィンガーシフトスタイルというシリーズになっております。 HOH ですね。ですのでここに、まあ、フィンガーシフトだからということもないですけどもね、MG ウィザードのようにガセットが入って、でなんとなくスポット入れるとフィンガーシフトになりますよというふうなシリーズになりますね。内野主要、こちらは N54FS 型、11.5 インチでございます。上代税込み 28,600 円ということですね。まあ、この辺詳細も見せていきますが、あの他の商品とのね、あの展開の絡みも話ししながらね、へーっつってね、お話しできればと、へーっつって言ってあれだけどね、うん、前回はこの商品紹介の中で新商品ね、もう一つクラス上の軟式のこれトップクラスになるのかな、HOH プロエクセルの、これは MG の品番がついてますから、ウィザード02の、レガシー B4 の、それから02だから、このねツイストバックということで、この辺のお話をしたと思います。色がいいですねなんてね、お話をね皆さんにいただいてありがたいしところでございますけれども、そのゾーンのあの下になりますね。ちょっと待ってください。カタログで言うと下っていうのはおかしいけど、ここのね、あの HOH プロエクセルがこれ一番軟式トップになりますが、そうではない、ツイストバックではない、ウィザードではないけれども、前は HOH ザローリングスというね、今の定番ではこうなってますが、この秋冬で価格帯がこれ 28,600 円ということなんで、まあスタンダードなこういうね、あの得意な形状のシェイプのグラブじゃなくて、スタンダードなシェイプな軟式グラブの中で一番高いものということになりますね。さっき言いました、まあ、品番言っとこうか。 GR4FHN54FS ということで、色キャメルですね。上代もう一回言います。 28,600 円税込みでございます。だから本体価格 26,000 円ということでね、ここなんですけど、フィンガーシフトでこのプロエクセル出してきたということですね。プロエクセル一番軟式の高いやつですからね。この春にはこれだったんです。 HOH ディープウェルポケットシリーズ、カタログで見ると何て書いてある、ハイパーテックディープウェルポケットっていうねシリーズ、こちらをフィンガーシフト設計で、ミドルガセットで出しまして、こちらはね、上代税込み 17,600 円ということで、一番お求めやすい軟式の価格帯。まあ、1万円ほど、上代で差があるわけですが、ここで展開してました。で、こちらの商品は、うちの方も何個か仕入れても、この商品しか残ってないんで、結構反応が良かった。お客さんもね、パッと手入れて、あれ？普通に小指2本入れになる。ツーフィンガーになるというふうなね、ことと、まあ、手入れの良さですかね、一番はね。あと、ま、柔らかい、掴みやすい。あ、これ取りやすいんじゃないのということでね、非常に好評だったうちでもね、こちらは DW の5のタイプですけどね、11.75。このサイズが一番使いやすいと思うんだけど、このサイズが残ってるな。うん。ということで、これはね、モディファイワンピースのね、で、オプティックイエローだったっけ、この色ね。あれが入ってます。縫い糸ね。ラベルもそうですね。で、これね、フィンガーシフトにして、それでここ、
私好きだったのはこれです。はい、リストストラップ裏がドライフォームになってる。ローリングスだからエアフローじゃなくてドライフォームね。まあ一緒だけどドライフォーム。なんでこの価格帯でさ、デュアルパームテックになってて、でドライフォームが入って、でフィンガーシフトの設計で深くて取りやすい、まあ柔らかい、ね、この値段って、あ、これは売れるよなっていうことですね。それでもって今回の秋冬ではその一個上の革のランク、まあ何が違うかって言われたら革が違いますとしか言いようがないですけどね。材料の差になりますけれども、まあ同じフィリピン製ですからね。こちらの HOH プロエクセルシリーズがフィンガーシフトで発売ということになりますね。うん、SNS フォーカス商品って入ってるな。こちらの商品がね、54FS だから 11.5 のサイズで、形もとてもスタンダードです。じゃあ実際にこの商品の詳細いきましょうか。はい。これは、そうですよね。純巻きで入って、このキャメルですけど、こういう感じのレザーですね。はい。で、ダブルパームレス。非常にパッドは薄めに設計されてます。それで、手入れはこれで手、ピュッと入れ、こう、普通に入れると、あれ？あ、あれ？っていうね。まあ、こういう風にも入るけど、こっちでもいいけどね。うん、あれ？ってことね。こう入りやすい。やっぱツーフィンガーの方がね、フィンガーシフトの方が力が入りやすい気がする。うん。それでもってですね、閉じは、これね、時々誤解してらっしゃる方があるんだけど、普通に、まあ、手入れ前やったでしょ？やったでしょ？でも、あれだけど、うちのお客さんは、レムエバさんわかってるけど、普通に入れる。普通に入れて指出し。それから、フィンガーシフトで入れる。ツーフィンガーで入れる。ツーフィンガー、フィンガーシフトの指出しと、この4パターンが大きくありますよというお話しましたけれども、何が違うかというと、まあ一番フィンガーシフトで指出しした場合が手の入り方が浅くなる。一番深いのは普通に入れた時ね、ここ見るとわかるけど深く入る。浅く入れるにはこう入れるね、ここね。はい、なんですけど、つかみについては皆さん誤解されてる人が多い。こう普通に入れた場合、まあ、指出しても指出さなくてもいいですけど、こっちの方が縦に使いやすいですよ。縦に使いやすいですよ。なんかフィンガーシフトにした方が縦閉じになりやすいっていうね、誤解が蔓延しておりますけれども、こう入れたらこうなりますから。こっちが強くなるからね。こう入ってたのが、こう入るんだから、こうなるよね。こう入って、こうなってたのが、こう入るんだから、こうなるよね。だから指がこう効いたとしてもこういう風になるから、こうなるから。だから縦に閉じたい人、フィンガーシフトにして縦に閉じたいんですけどって言われた日にはね、私ちょっと縦に閉じたいなら、ってまあね、お客さんがさもなんか、あ、そうなんですみたいなこと言われると、まあ分かってらっしゃる方だったらお話しするけど、そうじゃなかったら、あー、つってね、聞き流すんだけど、フィンガーシフトにしたら、閉じはこうなりやすいからね。奥で取るんだから。ポケットのセンターが、普通に入れたら、こう、人差し指の下に、寄ります。ね。ポケットのセンターが。これが、フィンガーシフトでこう入れた場合、中の手はね、こう寄りますから、こうしたときに、なんていうのかな、こう掴んだときに、センターが、ウェーブに寄りますから、これ。閉じが縦とか横っていうね、が結果ですけれども、こう、人差し指下で取ってたやつがフィンガーシフトにすることによりこう、わかります？こうなりますから。普通、縦、フィンガーシフトね。フィンガーシフトにしたら、ウェーブ下の方にセンターが寄るので、こういう閉じになりやすいですよ。その代わり深いですよっていうね。はい。そういうことですから、
まあちょっと分かったような分からないような話だけど、うちのメンバーさん分かってるな。うん。まあ、その話をした上で進めますね。で、ガセットがここ。まあ普通は、この人差し指と中指の間に入って、この指はあまり曲がらないで、こういう風にね、閉じる。そのためのガセットなんだけど、まあ、あるいは破れを防止するってのもあるけどね。ここに入ってることはどういうことかっていうと、こういうことでしょ？こういうことでしょ？うん。そういったイメージかと思いますね。もう一回言うか。こう、まあ、例えば、こういう意識でも、こういう意識でもいいですけど、こうしてたのが、この人差し指が中指のところに入るんだから。こうなりますから。ね。ポケットセンターが、この人差し指下から上部下に、上部下に移りますからね。はい。じゃあ行きましょうね。あと、背面は、綺麗な、やっぱり値段なりのね、綺麗な切りはみ、ホワイトということになります。上部は、モディファイドシングルポスト。まあ、最近はね、またシングルポストに流行が戻ってきてますけど、シングルポストばっかりだとね、目先が変わらないので、今回はモディファイタイプ。これレースでね、柔らかくしたタイプですね。見た目もありますけどね。ルイートはブルー。ラベルもブルーです。ブルーに、レッドの、ラベルですね。はい。それから、この、親指のところ。この、さっき見せた、ハイパーテックのゾーンは、さすがにね、普通の親指構造だったけど、こっち、エクセルの方は、親指パッドが見にくいけどね、当たってます。だから、ふかふかな感触。ただね、ちょっと、んって言っちゃダメかな。んって思ったのは、なんでムートン ?28,000 いくらでムートン ?17,000 台でドライフォームこれはなんでだっていう。これはちょっとね、矛盾を感じましたけど、パッドの感じとかもね、非常に薄くてね、やりやすいと思います。まあこの、この価格帯柔らかいってのはわかるけど、この、プロエクセルの価格帯、この28,000でも非常にね、柔らかく取れるのはこのね、パッドの構造に工夫されてるからだろうけれども、非常に取りやすいけれどもね、こうじゃないですよ。こうですよ。こうじゃないですよ。こうですよ。うん。ですけれども、親指パッドは嬉しいけどな、指の当たりもいいけどな、なんでムートンなのかなっていうね、そこはちょっと疑問を感じたところでございますけれども、総じて人気が出そうなモデルではありますけれどもね、ただ価格が17,000台と28,000台だから、手出しやすいのはやっぱこっちの方が出しやすいかな。うん。作りもなかなかこれいいしね、これね。手入れ感が、ああ、でも、ラバーボールだったらこっちかな。こっちちょっと時間かかるかもしれんね。ああ、でも時間かかるほどってほどでもないけど、まあまあ、その辺は私のね、勝手な所見でございますけれども、今日、ね、秋モデルのプロエクセルのゾーンのフィンガーシフトね、新しく出ましたんで、ご紹介をいたしました。はい、いかがでしたでしょうかね。春には、この、ハイパーテックの価格帯で展開したフィンガーシフトですが、どうでしょうね。反応が良かったのかな。うちでもね、この1個しか残ってませんので、2個3個売れたかな。はい。それがね、価格帯上の28,000円台のこのプロエクセルのところでフィンガーシフトという展開。ちょっとロニングスさん、ここの辺どうかなっていうことでね、探っておられるのかなという気もいたしますけれども、こちらの商品ご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。今日もありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。